どうも手越渋谷です。さあ今日なんですけども、マイナビティーンズチャンネルをご覧の皆様に報告があります。よろしくお願いします。というのもね、ファーストデジタルシングルのシナモンが7月7日にリリースになりました。はい、というわけでね、今日なんですけども、曲名がシナモンということもあってね、いいよね、これシナモンコーヒーあるんですよね、いいでしょ。カフェインを入れつつ楽しくね、今日はね、質問に答えたりとか、いろんなね、お話をしていこうと思うんですけども、やっぱこうなんだろうな、タイトルコールがあった方が分かりやすいじゃないですか。なんでタイトルコールもですね、考えてきました。名付けてですね、手越渋谷のテッドトーク、OK!と思います。今回このシナモンに合わせて今回取材をしてもらうんですけども、僕6ヶ月連続でシングルがリリースということで、計6回やっていただくことになったので、ぜひね、6回手越渋谷をよろしくお願いします。というわけでね、じゃあちょっといきますか、質問を。完成された曲を聴いての感想を聞かせてください。割と真面目な質問なんですね完成した曲を聴いての感想は、シナモンって結構ラブソングなんですね。男女のなんか恋愛とか歌っていう、こう切ないラブソングなんですけど、完成したやつを聴いた時に、もっとなんかこのシナモンの世界観がほんとこうグッとくるような歌が歌えるなって、もうちょっといい歌歌えるなって思って、僕人生で初めて丸々1曲レコーディングし直したりしたんですよ。そのぐらい自分の中でやっぱり僕の一人になってからのファーストデジタルシングルということで気合も入ってて、少しでも聴いてくれる人のなんかこう胸にじんと刺さるような、なんかそういう歌が歌いたいな、もっと歌えるなと思って、作り直す撮り直すぐらいこう結構気合入っている作品なんで、もうめちゃくちゃ満足してます。シナモンという曲名にはどんな思いが込められていますか？シナモンって花言葉が清純とか、なんかすごいまっすぐな純粋な花言葉なんですね。登場人物で男女が出てくるんですけど、なかなか友達にこう直接何かを伝えたり、好きな人に大好きって伝える機会ってなんかあんまり今多くないじゃないですか。好きな気持ちはあって、でもなかなか伝えられないっていう、このもどかしいストレートな愛を歌詞に表現しているので、なので花言葉の純粋清純みたいな意味でシナモンっていう楽曲になりました。手越さんはこの曲をどんな人に聴いてもらいたいですか？この曲ですか？いや、本当にこのマイナビティーンズをご覧の本当に高校生だったりとか中学生みたいな子、まだそんな恋愛したこともなかったりとか、今恋愛をすごい楽しんでる人にも聞いてほしいですし、みんなの本当お父さんとかお母さんとか僕と同世代の人たちにも、なんかこういうなんかワクワクドキドキする恋愛、なんか若い時してたなとか、そのパパとかママになってもなんかちょっとデート行こうかなとか、なんかそういういろんな世代の方にこう響き方が違うような楽曲になってるので、なんかいろんな世代の方に聴いてほしいです。今後どのような歌を歌いたいですか？どのような歌ですか？今までいろんな、それこそロックから J-POP からバラードからなんかいろいろこう EDM 系のこう音が重なったようなダンスチューンからいろいろ歌ってきたんですけど、やっぱ全部のジャンルが結局好きなので、今回のシナモンはこう純粋なストレートなラブソングですけど、まあさっき言ったようにこう6ヶ月連続リリースもあったりとか、年末にアルバムのリリースも控えてるので、なんかこう飽きさせないような、毎回違う手越渋谷のボーカルと曲の世界観が見せられるような、そんななんかバラエティに富んだ曲を今後も歌っていきたいですね。手越さんが自分らしくいるために普段から心がけていることって何ですか？やりたいこととか好きなこととか伝えたいことは全部やるし、ストレートに伝えることですかね。多分みんなにも多分それぞれ夢ってあると思うんですけど、でもその夢が大きければ大きいほど、あんまり人がやってない夢になればなるほど、周りの大人とか先生とか家族とか友達とかに反対されやすい、なんかそんなみんなと違うことはやらないで、ちゃんと真っ当な仕事つけなさいとか言われることもあると思うんですけど、でもやっぱ夢って嘘はつけないと思うんで、なんかやりたいこととか将来に夢があるなら、まずチャレンジしてほしいと思うんですね。なのでなんかそうやってみんなが今回のこの曲もそうですし、僕の活動を見た時に、手越もチャレンジしてるから私もチャレンジしてみようかなとか、なんか僕もなんかやってみようかな、新しいことって思ってもらえるような活動とかが将来できたらいいなと思います。
手越さんのようにポジティブで明るく過ごすにはコツはありますか？コツ？コツね、なんすかね。やっぱり好きなことを仕事にしてれば、多少失敗しちゃったりとかうまくいかなくても大好きだからストレスにそんなならないの。なんかでも言われたことを、学校の勉強とかでもそうだと思うんだけど、好きな体育とか音楽とか好きなあの項目だとやってて、あのもう楽しいな、勉強して楽しいなと思うけど、なんか苦手だなとか興味ないなっていうさ、あの学科とかってすごいなんか勉強も進まないし、なかなかこう頭にも入ってこないじゃないですか。それって僕仕事にもあると思うので、なんか自分が本当に興味あったりとか、なんかノリとか趣味が合う学校の仲間とか、そういうなんか性格の似てる人たちが集まって何かをやってた時の方がすごい楽しいんですよ。なんで僕は今独立してから、好きな仕事、やりたい仕事を必ずやるっていう風に決めてて、なんですっごい毎日楽しいからずっと笑ってるんですよ。仕事場でも笑ってるし、家でも笑ってるし、友達と一緒にご飯食べてる時も笑ってるし、なんで本当にこう一緒にいてただただ楽しい仲間と好きなことをやり続けたら、多分変にマイナス感情だったり SNS に人の悪口とかは多分書く時間もないので、すごいポジティブで楽しく笑ってる毎日になると思うので、なんかそういうことしてもらったらいいんじゃないかな。今も思ったんですけど、うん、ちょっとどうしてそんなにかっこいいのかなっていう質問なんですけど何すかそれ、何それ、何すかそれ、なんかえそうっすかすぎてえ、なんだろう、俺ね、あんまストレート言われるとね、あんまり照れるんですよなんかな、多分楽しいことやってるからじゃないですか。なんか悩んでこうなんかちょっと怖い顔とかになることがないから、常に笑ってるから、そのポジティブさがかっこよく見えるんじゃないですか、もしかしたら。なんか前向きで引っ張っていくリーダーシップが、わかんないですけど。ありがとうございます。10代のうちにやっておいた方がいいなと思ったことありますか？わあ、やっておいた方がいいと思うこと、10代のうちに大切な友達見つけることでしょ、まあ、当たり前だけど。恋愛やっぱ人を好きになったりとか、いい時もあれば悪い時もあったり、振られて泣いたりとかもあるけど、そういういいことも悪いことも全部の経験が、どん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 大人になって、この後就職したり大学生になったりとかした時に、同じような悩みを抱えてる人の痛みを分かれる人間になると思うから、いいことばっかあって悪いことがいきなり起こるとすごい人って落ち込むと思うんだけど、ある程度そうやってダメージとか傷も知ってる人の方が誰かの気持ちに寄り添ったりとかできると思うから、そういう恋愛とか仕事とか、なんか全部のことに対してもう全部やりたいことやっていいと思うの。別に高校生とか10代の失敗なんて別に失敗じゃないから、そこからでもいくらでも立て直せるから、なんか好きなこと全部やって、10代でできること全部やって経験をたくさんして成功も失敗もしてる人の方が、20歳20代迎えた時とか社会人になった時に絶対成功する確率は高いと思うから、悔いのないように思いっきり今を楽しんでほしいなと思います。頑張る10代へのメッセージをいただきたいんですけど。メッセージは、僕もこの前3月にとある学校の卒業式にサプライズゲストで行って、歌を歌ったりとかちょっとメッセージを伝えたりしたんですけど、今の中学生とか高校生って、まあ、コロナウイルスの影響で学園祭が中止になっちゃったり、体育祭が中止になっちゃったり、修学旅行が中止になっちゃったり、普通だと僕らの世代だったり、いろいろ学校のイベントごとできたことが、多分この2年間って結構本当できないこともたくさんあったと思うので、すごい辛い思いをしてネガティブになったりとかすることもあると思うんですけど、なんかそれをネガティブに考えがちだけど、そういう経験を逆にできたから成長できたっていう風にちょっとポジティブに考えながら、あの毎日楽しんでほしいなと思います。はい、というわけで今回の質問者はこの2人でした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、あの質問内容マジで事前に一切知らなかったんで、なんかすごいあのワクワクドキドキしながら聞いたんですけど、僕今あの今年で33で、今年34になる年なんですね。みんなと同年代ぐらいから本当に前にいた事務所のおかげですごくいい、たくさん思いもさせてもらったりとか、見れない景色も見せてもらって、本当に最高の10代を送らせてもらったなと思うので、なんか人生のちょっと先輩として、みんなが一人でも多くの人がこう笑顔になっていくような、例えば方法だったりとか考え方とかポジティブさっていうものを少しでも伝えられたらと思いますので、ぜひね、次回以降もちょっと質問をね募集しようと思うので、何かじゃあ僕にあの質問がある、女子中学生だったりとか女子高生の、皆さん、もし質問があったらね、
ぜひ、概要欄から応募していただいて、可能な限り答えたいと思いますので、ぜひ、応募待ってます。よろしくお願いします。さあ、そしてね、この動画を見てくださった方の中から、抽選で2名様の方にですね、サイン入りの僕のチェキを、プレゼントしたいと思いますので、そちらもですね、詳しくは概要欄の方のチェックもよろしくお願いします。というわけでね、今日は以上になります。また次回2回目でお会いしましょう。よろしくお願いします。というわけで以上になります。ありがとうございました。バイバーイ。手越しゆうでした。